はい、それではお待たせいたしました。明日新宿フェスで開催されますライズエボル10、ライズガールズパワー6の公開経路を行います。この時間はライズガールズパワー6に出場する選手の経路を行います。それではまず明日の第6試合となりますセリ JSK 選手対アイミリカ選手の経路から行います。まずアイミ、セリ選手から経路をお願いいたします。この試合が 45.5 キロ以下となります。はい、どうぞ。セリ選手 45.5 キロです。ジャストです。計量クリアです。はい、はい、では続きましてアイミリカ選手お願いします。アイミ選手 44.95 キロ、計量クリアです。じゃあ前です。計量器の前に来てください。で、もう少し寄ってください。で、写真撮るときだけますから。写真こちらお願いします。はい。じゃあこのカメラ見てください。はい、失礼しました。お願いします。はい。続けていきます。はい、ありがとうございます。ではここから、各選手にコメントいただきたいと思います。まずセリ選手から、明日の意気込みをお願いいたします。はい、はい、はじめまして、自生館ジムの、セリ JSK です。明日は、自分の成長できているところを、見せられるように、頑張って試合します。よろしくお願いします。ありがとうございます。では続きましてアイミ選手お願いいたします。もう昨シーダージムのアイミリカです。明日は頑張るので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では両選手ありがとうございました。でこの後第7試合ですが、昨日発表させていただきましたが、西原彩香選手対ライ選手の試合ですが、ライ選手、新型コロナウイルス、陽性の判断が出ましたので、ライ選手が欠場のためこの試合は中止となります。何卒ご了承ください。それでは続きまして第8試合の件で行います。プライ級52キロ以下契約となります。まず大倉萌選手からお願いします。大倉選手49.95キロです。計量クリアです。それでは対しましてエビ NFC 選手お願いします。エミ選手 51.55 キロです。計量クリアです。はい、では写真お願いします。はい、どの辺っていうのは はい、ありがとうございます。ではここから、コメントいただきたいと思います。まず大倉選手からお願いいたします。スクード大道塾吉祥寺支部所属の大倉萌です。コロナで大変な中試合ができることすごく光栄でありがたいなと思ってます。やることはやってきたので明日は思い切り試合にぶつけようと思います。応援よろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。それではエミ NFC 選手お願いいたします。名古屋ファイトクラブエミ NFC です。明日は自分のできることを出し切って勝ちたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。両選手ありがとうございました。
それでは続きまして第9試合の計量となります、フライ級52キロ以下計量となります。まず赤コーナー聖奈選手お願いいたします。聖奈選手 51.90 です。計量クリアです。それでは続きまして、ココゼット選手お願いします。ココゼット選手 51.9kg です。計量クリアです。はい、写真お願いします。キルキ挟むように。キャプチャーお願いします。はい、こちらのカメラお願いします。はい、ありがとうございます。ではここからコメントいただきたいと思います。まず聖奈選手お願いします。こんにちは、先上げ塾の聖奈です。まずはココゼット選手と今日を迎えることができてとても安心しています。明日はフライ級の試合楽しみにしていてください。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは対しましてココゼット選手コメントお願いいたします。トライハードジムのココゼットです。明日は自分のやりたいようにして勝ちます。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。聖奈選手、ココゼット選手、ありがとうございました。それでは続きまして、明日のセミファイナルとなります。第10試合の計量となります。アトム級46キロ以下計量となります。まず赤コーナー、平岡琴選手をお願いいたします。平岡選手 45.95kg です。計量クリアです。それでは続きまして青コーナー田淵鈴香選手お願いします。田淵選手 46.25kg ですね。250オーバーです。1000計量となります。で一旦写真撮影をお願いします。田淵選手はこの後、再計量となります。またその計量結果は追ってお知らせをいたします。はい、それではコメントいただきたいと思います。ではまず平岡選手からお願いいたします。トライハードジムの平岡琴です。間違いなく私の試合が一番面白いのでセミファイナル絶対に見逃さないでください。明日はトライハードの強さを見せつける一日にします。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは田淵選手もお願いいたします。国際空手道県成陸田淵鈴鹿です。今回46キロ契約ということで、自分の全力を出し切って全力でぶつかりたいと思いますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。平岡選手、田淵選手、ありがとうございました。それでは明日のメインイベントとなります第11試合の計量を行います。まず、赤コーナー、エリカ選手お願いします。エリカ選手 48.95kg です。計量クリアです。はい、それでは対しまして青コーナー宮崎若菜選手お願いします。宮崎選手 48.7kg です。計量クリアです。ありがとうございます。ではここからコメントをいただきたいと思います。ではまずエリカ選手お願いいたします。もうちょっと中の方に行ってください。
こんにちは、社員沖縄の沖縄から来ましたエリカです。先日の試合でタイトルマッチ決まったと思ったんですけども、まあ、こっち の, あの、まあ、また強いミニフライ級で活躍されている若菜選手と決まったので、なんて言うんだろう、彼氏に勝ってタイトルマッチみんなにちゃんと応援してもらえるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは対しまして宮崎若菜選手お願いいたします。こんにちは、トライハードジムの宮崎若菜です。明日勝った方がタイトルに挑戦できると思っているので、しっかり勝ってチャンピオンにアピールしたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。エリカ選手、宮崎若菜選手、ありがとうございました。よろしくお願いします。以上でガールズパワー6の公開計量を終了させていただきます。明日の大会ですが、お知らせの通り、合同のイベントとなっております。 RISE EVOL10 and GIRLS POWER 6というタイトル、大会タイトルで、17時30分会場、18時、試合開始となります。前半の4試合が、EVOL、 そして後半の5試合が、GIRLS POWER 6の、試合となっておりますので、どうぞご注目ください。当日券に関しましては明日、カウンター席以外販売予定となっておりますので、用意席はお早めにお買い求めください。また会場にお越しできない方は、明日 ABEMA で生中継がありますので、そちらの方もぜひご覧ください。本日はご視聴ありがとうございました。明日の熱戦をどうぞご期待ください。